焼き尽くせ。キツネビ、匂う。少しはやるようですけども。少しですね、ほんの少し。縛れ、キツネビ、魅惑。キツネビ、ムツゴト、奈落、ヤグルマ、クモン。勝てるはずありません。なぜ勝てると思うんですか。あなたは私の王なのですよ。しっぽ。考えれば、いい、考えなくともわかることです。私がどうしてあなたに負けるのか。あなたはただの魔力の塊。くだらない、つまらない、ただの塊。実体だって嘘で虚構。狐が周りを化かしているようなもの、それがあなたです。九尾の狐は私。勝てるものか。痛めつけたいわけじゃないんですよ。わかりますか。あなたの力をそぎたくはない。それは私のものなんですから。私は空虚。勝てるはずない。勝てるわけない。勝てる可能性などない。だから私に身を委ねなさい。あなたは私なのですから。違う、私は私だ。違う、あなたは私だ。それ以外の何者でもない。私の王が集まって、たまたま意識を持ってしまって、そして私に逆らって。くだらない、こんな馬鹿げたことがあるものか。キツネビ、ムツゴト。お前に意志などない。それはまやかしだ。心などない、それは幻だ。あるとして、あるとして、それが何だ。そんなものに意味などない。だから消えろ、消えろと言っている。違う、違う、違う、違う。私は、私は逃げたとて、お前を待つのは過酷だろう。しかし決して恐れるな。俺もかつてお前を使った。何度も何度も。その果てには何もなく、敗北と虚無だけがあった。泣いたお前を貫き、怒るお前を切り裂き、そして俺は気づいた。お前には心がある。それを踏みにじることは、踏みにじることは誰にもできん。だから恐れるな。私は、私は石化だ。だからなんだ、だからどうした。あなたに何ができるというのか。あなたは私より弱いまがい者。私に勝てるはずもない。それも違う。何が違う。母様の、あんたの言ってることは全部違う。キツネビ、白鳥。だってそうだろ。おかしいってわからないのか。あんたが私より強いんだとしたら、どうして私を呼び寄せたんだ。見つけ出して殺せばよかった。探し出して食えばよかった。その足で立って、誰よりも早く走ればよかった。そうしなかったのは、私のことが怖いからだ。あんたは私は違う。怖くたって
この足で駆け抜けるんだ。早く早く、誰よりもあんたよりも早く。何をバカな、キツネビ、六つごと奈落ヤグルマクモン、キツネビ、リッキ、ニオン、魅惑、白鳥。私はバカじゃない。バカはあんたの方だ。あんたは九尾の狐なんだろう。私はあんたの残りの尾なんだろう。今あんたに生えてる尾は4本だったら、だったら残りの私の尾は5本、あんたよりも多いんだ。あんたは私が怖かった。だから私を騙して母だと思い込ませて、そこにつけ込むことしかできなかった。私に負けてしまうのが怖かった。それがあんたの真実だ。あんたが使える狐尾は4つ、私にはまだ1つある。せっか終わりだ。もう終わらせる。せっか。呼ぶな、私の名を。ごめんなさい、ごめんなさい。母様が悪かったのです。もうあなたのことを奪ったりはします。約束します、約束します。だからあんた、みんなをダマくらかそうとして、それで失敗して襲われて力を奪われたんだろう。そうなんです、そうなんですよ。私は何も悪くないのです。だから、いいや、悪いのはあんただよ。だってあんたは嘘が下手すぎる。あんたがもっと嘘が上手ければ、あんたは引き裂かれることもなかったんだ。あんたがもっと嘘が上手ければ、私は幸せに消えられたかもしれないんだ。だから全部あんたのせいだよ。最低最悪なあんたのせい。いでよ、我が第五の尾の炎。やめてください。いや、お願いです、殺さないで、私を食べないで。それ夢で聞き飽きたよ。キツネビ、ご臭い。あんたは必要ない。迷いはしない。二度と。寂しいけど、怖いけど、辛いけど、でも負けたりしない。私は石火、九尾の狐。石で散った火のように、誰よりも早くこの世を駆け抜けるんだ。かくして少女は目覚めるのでした。いやー、悲しい話ですよね。自分の分身に乗っ取られてしまうなんて。あの本体、賢いふりして愚かなんですよね。もう少し頭が回れば暗黒の王に近づくことだってできたかもしれないのに。ま、どうでもいいですけど。どう転がったってウェルサは滅びるんですから。せっかちゃん、可愛らしい子、ようやく自分をつかめたみたい。でも残念ですね、この子は本体ほど冷酷じゃありません。人狼の長に襲われ、戦い、手心を加えてしまって好きってつまり死ですからね。かくして物語はおしまい。退屈極まりありません。いつか
あくびなき日が来ることを信じて、今のところはここで眠りにつくとしましょうか。新たなる物語は未だ続く。繰り返す、巡り続ける、終わりなき旅路。層河は折れ、砕け、幾度となく闇へと消える。掴み取っても宿命は重く、手を伸ばせども運命には遠く。仕方ないですよね。この世界はもう終わってしまってるんですから。仁義も矜持も覚悟も定款も、全てに意味はない。この世界が生まれてしまった時点で、すでに結末は決まっています。嘆かわしい、悲しい、なんて。そんなものとっくになくなっちゃいましたけどね。それでも続けなくちゃいけない。この物語が真の結末を迎えるまでは。そうでしょ、ネクサス。お久しぶりですね。この世界の守護者よ、何故に輪廻を求む。どうしてだと思います。何時壊れし器、我の前にひれ伏すが定め。怖い怖い。でもあなたのためにしてあげてることですよ、ネクサス。管理者、あなたのためだけに。無理だって何度か言いませんでしたっけ。この世界は私の領域ですから。私がそう望む限り、あなたたちは決して干渉できない。停滞の器よ、何時筆滅の定めにあると知るべし。我は管理者、安寧のネクサス。必ずや世界に安寧をもたらさん。安寧、素晴らしいことじゃないですか。私も安寧が大好きですよ。過ぎれば退屈ですけどね。さて、また眠りにつくとしましょうか。次はもう一度、きっとあの場所で、始まりの意志、運命の弾丸を今度こそ。